はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は超人のベリアスステップアップ召喚回していきたいと思います。さくらの方が前回クソほど散々すぎる結果だったんで、今回欲張っていきます。超人のベリアス、そしてさくら魔性の系譜、こちらの2人はマストで引いていきたいなと思います。やはり今回7周年のキャラ、どのキャラも環境トップというところで確実に引いておかなければいけないユニットと判断いたしましたので、もう課金を課金課金しまして標準のベリアス狙っていきたいなと思います。やっぱね、アタッカーとしても使えてエリア展開もできる氷属性サポーターは必要ですね。特に今回医者が、情報修正されたこともあって、氷属性がこう今後ね活躍する場というのが非常に多いと判断いたしましたので、標準のベリアスもね、追いに行こうかなと思います。さあ22連目に関して赤クリが権限しております。キラキラ神々しいですね。さあここでクリのユニットは一体ルイーズ、ルイーズお前じゃねえんだよななんかさ、ごつくてその鎧感あるけど君じゃないと。あ、これベリアスカードじゃない。ああいいいい、8名決カードか。え、これかっこいいよね。キラー3種のカードで。いや、これいいじゃん。ありがとうございます。嬉しいね。初芸のビジョンカードは何個来ても嬉しいんで。あと、ルイーズのスパトラはぶっちゃけ何個あってもいいかなと。2個ぐらいか何個って言っても。普通に優秀。魔力値240とブグパッシブ 200% あるので、むっちゃ優秀。基本的には自身のパッシブと、この 200% のブグパッシブだけで簡単にカンスト値の 400% 到達するから、ルイーズはスパトラがめっちゃ優秀ですね。さあ33連目回していきましょう。いや、ルイーズは比較的新しいキャラだから、当たりの部類かなというところ。2個来た、レフティアチューン。こっちだったら通常レフティアが欲しかった。わがまま言ってごめんなさい。こちらも今年のキャラですね。比較的新しい。今年って言ってももうね、11月だからね。さあ、赤クリ、リュック。二突したかったから、これはめっちゃありな一体ですね。バサカリュックが来てくれました。しかもリュックは割と優秀な子なんですよね。特にね、このカードもいいね。情報修正されたビジョンカードだ。そう、リュックを僕は押したい理由としては、リュックはこれなんだよね。特に、一キラー150を付与しつつっていうこともできて、このパッシブっていうか、キラーの汎用性の高さっていうところがおすすめかなと。また、このね、トラマスが優秀なんで、女性キャラのアビリティ5000アップ。これジャンプにも適用されるので、ミドと合わせるとむちゃくちゃ強いことになるから、ミドをお持ちの方はぜひリュックのこのトラマスと合わせていただければなと思います。トラマスに関しては片手用武具で300。片手用武具で300だから、これ結構ね、今回二刀流が情報修正された世界戦においては、かなり優秀なスパトラの一つとなってます。チェインのね、初速を上げるものもついてるので、超おすすめのスパトラとトラマスのキャラクターとなってます。リュックはめっちゃ当たりですね。いやー、がしかしよ。やばいな。今回ベリアスとサクラの相性が悪すぎる俺。いや、こう、運営がね、これもう見張ってるね。あ、今あいつガチャ回してるから、ちょっと確率下げといて、もしくはもう、ほぼ 0% にしといてぐらいの勢いまであるぐらい、サクラとベリアスは出ないんじゃないかな、というところでは、ユフィね。あ、かわいいユフィが出てくれましたけど、できればね、マテリアハンターユフィが来てくれたらもう言うことはなかったかな、というところで、55連目回していきましょう。なんかもうなー、あるじゃん。この何回回しても出ないだろうな、今みたいな。そのテンションだよ、今。もう絶対出ない気がするもん。でもここまで来たら後戻りはできないから最後まで引くんだけど、これダメかもしれない。ちょっと、マジか。ダメだ、一体。せめて一突でいいから来い、頼む。ベリ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 アスカモンカー開演じゃねえんだよな、マジ。最低、お前。いや、まだね、あと虹が一個あったはずだから、こっからあるぞ。あ、来い。え？来たよ。もう一個来る？いや、止まる。いや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 、いけ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 、あれだー。さあ、最後の最後引くことはできなかったか。はい、ということで、めちゃくちゃ相性が悪い標準のベリアス、そして桜という形になりました。いや、もう標準のベリアスに関してはピックアップがもう終わっているということもあるから、ちょっと諦めざるを得ないかなというところで、いや、もしかしたら引いてるかもしれないけど、ちょっと引いてない可能性の方が高いかなというところで、今回僕はサクラ、そしてベリアスは引けなかったという結果になりました。皆さんはどうでしたでしょうか？ぜひコメントで教えていただければなと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それじゃ、またねー。